ます。一生懸命頑張りますから、いっぱい笑ってくださいね。いや、聞いてください、お客さん。これはね、ライブ前、楽屋でこいつにね、水買ってきて頼んだんですよ。してありえないですよ。こいつ、井の頭のリンゴ足買ってきたんですよ。お前、なんで普通の水買ってこなかったんだよ。水買ってきて頼んだ、井の頭のリンゴ足買ってきたんですよ。俺がどんな気持ちをお前に水発注したか分かるか？買ってこい。水はカロリーがないんですよ。井の頭のリンゴ足は 100ml で 15kcal カロリーあるんですよ。ダイエットしてるから余計なカロリー取りたくないんですよ。なんか言ってみるよ。ちょっと待って、適当に喋るんだよ。適当に喋るんだよ。お客さん、考えて喋るよ。考えて喋るよ。発声練習したから、声が小さかった。セリフかぶれよ。漫才者セリフかぶれ、恥ずかしいぞ。生麦、生米、生卵、言ってみろ。生麦、生米、ここで噛んだら終わりだぞ。お客さんの信託失うから、一度なくなった信託者、怒りなさいぞ。生麦、生米、生卵、言ってみろ。生麦、ちょっと待って、噛むリスク考えたら言わない方がいいか。漫才でピンネタやんないでよ、もう。お前なんで水買ってこいったんだ、色がそうリンゴ足買ってきたんだ、なんか言ってみろよ。だから俺のこと太らして糖尿病にさせるつもりだ、なんか言ってみろよ。そんじゃない、糖尿病って怖いですよね。だから僕最近毎日運動してるんですよ。お前なんか運動とかしてる？運動で僕昔野球やったからね、草野球とかたまにやるんですよ。真夏になるとね、キャッチボールした時にすごい汗だくになるんですよ。いっぱい汗かいた後に飲む水が美味しいんですよね。お前なんで水買ってこいったんだ、色がそうリンゴ足買ってきたんだよ。どんだけもう、そうしろってんじゃねえよ。俺のことバカにしてるのか舐めてるのか、なんか言ってもらえよ。すいません、お客さん、ちょっとこいつのせいで喋りすぎちゃいましたね。疲れちゃいますよね。これだったら一緒にパンケーキ食べに行きましょうよ。クリームたっぷりふわふわのやつ、おいしいぞ。お前さ、待ってよ。うるせえバカ、黙ってるこっち見ろよ。見んじゃねえよ。お前なんちゅうと俺相方のこと見てんだよ。オーナー飛びで飛ぶタイミングが分かんなくなった、運動神経が悪い、いじめられっ子の顔すんな。そんな顔してないよ。だから気持ち悪いな。お前なんで水かつくったんだ、井の頭リンゴ足買ってきたんだよ。そんなだからバイトの面接落ちまくんだよ。バイトの、ちょっと待って、新しいバイト探そうとしてんじゃねえだろうな。ちょっとお前居酒屋でバイトしようとしてんじゃねえだろうな。ちょっとお前に居酒屋のバイトなんかできるわけねえだろ。お前酔っ払って客の面倒見やっちゃいけないぞ。面倒、ちょっと酔っ払って客がトイレ潰れたらどうする。起こしてあげるよ。バカじゃねえのか。まずその前に水持ってけて、なんで水かつくったんだ、井の頭リンゴ足買ってきたんだよ。僕優しくされないと死んじゃうよ。気持ち悪いんだよ。お前メンヘラ女子か。ツイッターにも言うだろ、彼氏に触れた、知りたい、消えたい、マジやめ。ちっちゃいことでやみすぎなんだよ。いちいちツイッターでつぶやけなファッションメンヘラや。本当に知りたいって言っていいの、笑えないぐらい借金作ったパチンコ依存症のやつだけだから。俺いらねえじゃねえかよ。おいおい、なんだお前、俺に不満があるのか。不満があるのか、今これ言ってみろよ。今言って。お客さん久しぶり。息子がね、9ヶ月の息子が家で待ってるから、もう漫才終わりますね。バイバーイ。息子のために売れることを誓ったのに終わるわけねえだろ。分かった。将来息子は学校で自慢できるのはパパになるんだよ。テレビで漫才やってる姿息子は見ますよね。テレビで漫才やってる姿息子は見たらかっこいいとなりますよね。かっこいいだったら息子将来漫才師になりたいというかもしれないですね。したらコンビ組みますよね。 M1 出ますよね。優勝しますよね。今までありがとうございました。見捨てないでよ。はっきり喋れてね。お前と解散なんかするわけねえだろ。お前だから10年漫才やってこれたんだよ。お前じゃなかったら10年漫才なんかやるでよ。2人で辛い思い共有してきたの。そうだよ。365日毎日練習したの。月火水水ってめ、なんで水かってこいったんだよ。それ以外やってきたんだよ。俺もここまで電車賃払ってきてんだよ。お前ずっとツッコミの輪ずれてるよ。どうした、くしょー。お、お前よ。